伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、飯島直子さんは神奈川県出身。1988年、深夜番組 11PM のカバーガールで芸能界デビュー。その後バラエティ番組大好きやスーパージョッキーで注目され、1995年のジョージアの CM 出演で一躍ブレイク。以来女優として TBS ドラマ「トモコとトモコ」や月9ドラマ「バスストップ」で主演を務めるなど、これまでに数多くの作品に出演し活躍されてきた女優の飯島直子さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには飯島直子さんです。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。おはようございます。でもなんか本当に変わんないですね。全然そんなことないですよ。ちょっと今ね、遠いからじゃないですか。なんかアクリル板入ってますね。アクリル板入ってます。そんなことない。全然変わらない。だって、いいえ。体型とか、多分、ほぼ変わんないでしょ。キープ?いやー、どうですかね。やっぱ3キロぐらいは、行ったり来たりはしますけど、うん、はい。します、全然。もうお腹周りとかすごいですよ。もう俺よく俺にお腹周りすごいって、そのスリムの体で言えますね。まあまあ、皆さんちょっと挨拶代わりに聞いてるのは、ちょっと外出自粛とか、はい、まあこの騒ぎの中、どんな暮らしを皆さんしてますかって聞くんですけど。はい。そうですね。私もともとなんかインドア派なので、そうなんですよ。なんであんまり家にいることは全然苦にならなかったんですけど、うん、マスク不足だったので、流行りのマスク作りにハマってました。はい。財布もともと得意なんですか？いや、全然そんなことないんですけど、たまたまちょっと何ですかね、マスクがないっていうことで、うん、姉がマスクを作ったんですよ。で、それがすごくひどくて、そうなんですよ、うん。それを直してって言われて直したのがきっかけで、なんかすごいマスクにハマっちゃって、はい、作るようになった。でもなんか、はい、インドア派のイメージがあんまなくて。そうみたいですね。多分だから自分たちが一番見てたのは、はい、中山秀幸さんと、はい、松本明子さんと3人で、はい、アウトドアを街ブラ番組のある意味、はい、走りでしょ、はい、あれ。そう。だったと思いますね。だから、外にちょっといるイメージで。あ、外、そうですね。あの時は外にいましたけど、まあその後すぐ家に帰ってます。じゃあ、趣味はそういう、そう、普通に家でやる趣味事って何？いや、それが本当に無趣味だったんですよね。だから、本当に、いろいろ言われるんですけど、本当に趣味っていう趣味があまりなくてですね、家でなんかこう、なんかちょっとじっとしてるのが割と好きですね。不思議と何、はい、何って嘘つかれても信じちゃわない、うん、例えば実はバスフィッシング好きなんですって言われたらああやりそうって思うし、絵描いてるんですって言われたらああやりそうって思う。本当ですか、うん、意外にじゃあ、はい、静かにしてる家に普通にポツンとしてる感じ。そうですね、全然苦じゃないですね。お料理とかも作る、あ、料理もします、はい。へー、なんかね、さっきね、その年表っていうか、はい、略歴を読ませていただいてるときに、はい、僕、そう言われてみれば、突然僕らの目の前に現れたから、最初何だったんだっけってのがわかんなくて、はい、11PM。そうなんです。11PM のカバーガールが、まあ、テレビが最初ですかね。はい。へえ、じゃあ、一番最初芸能界に入るきっかけなんですか？これは、なんかちょっと高校生の時にアルバイトみたいな感じでモデルとか、モデルクラブに入ってたんですけど、はい、まあそんな大してやる気もなく、はい、それで、で卒業して、美容師を目指してたんですけど、挫折して、そして、すごく、なんで、迷ってしまい、それでまたちょっとモデルとかを始めて、で、なんか最初着物のモデルとかやってたんですけど、仕事がなくって、いろいろオーディションとか行って、で、まあ、なんていうんですか、普通のモデルクルーブに入って、それでキャンペーンガールとか受かったりして、それでテレビに出るようになったんですね。へぇー、はい。だから、その 11PM のデビュー年見てると、だって別に10代中盤から全然活躍する子もいる時代だから、はい、ちょっとゆっくり、ね、遅いんです。ですよね。はい。全然遅いんですよ。はい。でも、なんでしょう。で、自分で、あれ私、ちょっと、こう、
周りから顔を刺されるようになってきたなとか、うん、ちょっと周りの反応変わってきたなっていうのは何ぐらいからですか？それは、やっぱり3人で某番組で、やっぱ中山秀ちゃんと松本明子さんと、はいはいはい、当時、やっぱ視聴率もそんなに良くなかったので。そうですかね。そうなんですよ、最初の頃。それで3人でこう、いろんなこう、街を練り歩いていて、それでなんか自分たちで宣伝して歩いたみたいな感じだったんですかね。あれは収録であり、キャンペーンでありっていうか。そうですね。あれなんだろうってみんなが見て、はい、夜たまたまついてる時、あ、この間のあれだみたいな感じなのかな。そうかもしれないですね。でもね、言われてみればね、はい、最初の頃ね、大好きを見ようと思ってテレビをつけてたかっていうと、違いますよね、そうでもなくて、はい、何かつけっぱなしになってるのをいつも見てて、うんはい、ある日友達と CM 行く前の、はぁー、大好きっていうのの、みんな知ってる、ね、ある日突然静かに人気になってってって感じでしたもんね。うん、そうでしたね、うん。あの三人はやっぱり気が合うのかしら。あ、そうですね。歳も同じなんですね。たまたまなんですけど、うん、松本明子さんが一つだけ上で、私と中山秀ちゃんは同い年で、なんか、すごくな、お二人はもともとね、同じ事務所なので、10代の時から仲良しだったみたいなんですけど、はい、そこに仲間に入れてもらったって感じですかね。当時だから自分、はい、自分たちだって売れたくてしょうがない時で、しかも中山秀樹さん同い年だから、うんはい、もうずりーなと思ったのが、はい、なんかさ、普通なんだよね。もう三人の佇まいが普通なわけ。角にガツガツ面白いこと言おうとかはあんましてないんだよね。そうですね。その普通なのに売れていくのが悔しくてさ。なんだって、今はわかんの。その普通にしてるっていうことがある意味才能だったりするから、はい、なんかあの番組不思議でしたよね。不思議でしたね。はい。今だってさ、うん、お店の何かを一生懸命宣伝しようとするじゃないですか。そういうんでもないんだよ。なんか楽しそうなっていう。そうですね。ただもうね、商店街ブラブラ歩いたりとか、そうそうパチンコやったりとか、不動産の物件見に行ったりとか、そんなことほら、なんでもないだろう。今考えて、ほら、なんか、変にガツガツ面白くしようって感じは本当ないですよね、はい、の中で。ディレクターからは何か言われてたりしたんですか？いや、何も言われなくて、でも一応台本があったんですけど、うん、台本の内容は何もほとんどなくて、うん、地図がもう本当に何十ページってあって、台本ほとんどなくて、もうほとんど地図みたいな感じでした。この辺歩いてくれって言うだけっていう。そうですね。で、謎の、今でこそお馴染みになったけど、うん、松本明子さんは必ずギュって手持ってんじゃん、はい、ずっと。そうです、そうです。なんなんていう。普通できてなきゃそうはならないだろってことなんだけど、不思議な番組でしたね。そうですね。で、あれを真似た番組もいろんなところで出たけど、うまくいかない。あの3人じゃないと、これといってうまくいかない感じ。その後 CM 女王期あるでしょ？もう CM たくさん。そうですね。ありがたいことに。はい。ありましたっていうか、なんていうか。覚えてます？はい。もう、覚えてますよ、それ。撮影の最後ちょっとすれ違ったら覚えてるんですよ。俺、著白海の格好でしたけど。俺、著白海だったら、ほぼほぼ著白海の格好でどう思うなんて、ね。はい。懐かしいですね。はい。なんつっても、あれ、ジョージアでしたっけ？はい。CM。そうですね。で、あれでちょっとこう、当時、癒し系って言葉があったかどうかまだ微妙だけど、ちょっとそういう人になった。可愛いだし、ああいう、彼女もしくはお姉さんいてほしい感じっていう。当時ね、やっぱ癒し系とか、なかった。うん、言葉としてはなかったですよね。はい、そう。で、癒し系と安らぎ系って二つあったんですけど。あ、急に出だしたから迷っていろいろ出てくるんだ。はい。そうなんでしょうね。うんうん。なんか、どっちかで書かれてたりしてましたけど、うん、ちょっと戸惑いましたけどね。そこからセクシーさがすごい溢れ出てるのが、小学生の私でも思ってました。ね、小学生。褒め言葉よりそっちが誘ったのね、今。褒め言葉より。この人小学生だったみたいなこと。ここに一つあったの。いや、でも本当なんとも言えない、うん、普通はレースクイーンとかいた時代だから、セクシーならセクシーにバンって振ってるし、うん、癒しつつでも、なんかちょっとドキドキするみたいのは、ちょっと新ジャンルだった気がするなぁ。ですかね、なんか。溢れ出てる。いえいえ。でもなんか記憶に残っていただいて、嬉しいです。そして何より女優業です。はい、女優業自分で覚えてる作品ってのは一番印象深い、この作品私すごく。そうですね、まあ、いくつか本当にあるんですけど、はい、まあ、一つは、まあ、この女優さんと知り合っ
で、なんとなくこう、はい、お芝居の楽しさを教えてもらったなっていうのは、田中美佐子さんなんですけど、はい、とも子とともこって、あ、これ、いいのかな、全然、全然、全然問題ない。ともこと、ともこ。はい、ともことともこっていうドラマを、共演させていただいて。田中美佐子さん、そんな変わらない全然変わらないです、ね。いやいや、どしどし。あ、そうですね。美佐子さんがいくつか上なんですけど。ちょっとですよね、俺。そうですね。似たような。うん。そうですよね。でもすごいお姉さんみたいな、お兄さんみたいな感じでした。はい。男っぽくて。はい。男まさりですよね。何を教わった、まあ何を教わったって、どういう存在だったんですか。そうですね。なんか最初すごい怖いイメージがあったんですよ。私もずっとこう素人の時から美佐子さんテレビで見ていたので、はいはいはい、なんとなくこう顔は優しそうだけど、なんかこう芸能界に入ったら結構いろんな話とか聞くじゃないですか。いろんな噂って、美佐子さんに限らず。でもそうですね。聞きますよね。聞きます、聞きます。ちょっと怖い人なのかななんて思ってたんですよね。なんですけど、すごい優しくて、面白くて。で、とにかく少年みたいなんですよ。うん、少女というか少年みたくて。うんうん、もう、感情をこう、いつもこう、うんってこう出す人なんですけど、うん。で、お芝居がすっごくこう、丁寧で、すごく自然で、いや、もう本当に、いろいろ勉強させてもらいました、美佐子さんには。はい、未だに。大好きな女優さんですね。そうですか、はい。でも言ってるイメージが、なんつったらいいのかな。飯島直子さんもちょっとそのイメージなんですけどね。ちょっと姉御肌で。そうですか。うん、そんな感じ。さっぱりしてて。あ、そうですか。綺麗なのに、ちょっと、なんで、男友達みたいな。みんなの憧れとしてはそういう存在っていう感じ。いや、ありがたいですけど、全然私さっぱりもしてないし。そう、自分の自己評価はあんまさっぱりはしてない。うじうじする？うじうじしない？うじうじしますよ。え、嘘？すっごいうじうじしてるんですよ。もう何日も何日もうじうじするんですよ。例えばどういうことでですか？いやー、もういっぱいありますよ。もう仕事のこともそうですし、もう明日なんか仕事で失敗したりとか、するじゃないですか。なんかテレビでこう、ちょっと、良かれと思った発言が、良くなかったんじゃないかなと思って、本当にもう、何日も悩んで、それで、本当に願ったのは、明日地球が爆発すればいいって、いつ、思ったことないですか、そういうふうに。明日地球が本当爆発すればいいなっていう。全然イメージが違うから、いや、それこそさ、今みたいに SNS がないから、はい、すぐ炎上ってことはないのに、うん、勝手に気にしちゃうんだ。あの言い方は、撮る人によっては失礼に撮るかしらみたいなことになっちゃうんだ。なりますね。全然その真逆のイメージで。もうすっごいダメですよ。そのくせこう結構なんか変なこと言ったりもしちゃってたので、もうそれがもうきつかったですね、自分が。もうそうなんだ。言っちゃう、ポンポンポンって言っちゃうイメージは確かにあります。だけど、ね、言ったら気にしないんだと思ってた。あ、そうですか。いや、もうそれがその後すごい大変なんですよ。しょうがないですよね。で、それこそ要はバブルだから、で、芸能界なんていうのはその世の中経済のバブルより後までかなりバブルじゃないですか。そうですね。で、あの三人組、三人で歩いてる感じもやっぱ華やかで、はい、ましてや横にヒデちゃんいるイメージだから、はい、すげえバブル感があるんですけど。ありました、実際どうでした？あの頃。あの頃ですか、うん、そうですね。やっぱり。ジュニアに行ってて全然おかしくないよね。うん、そう、それがよく言われてたのが、はいはい、まあ、きっと、ね、大好き終わって、まあ、ジュリアナでも行ってるんだろうみたいなイメージだったんだけど。流れでね。流れ、ボディコンの。大好き、割と夕方ぐらいまで終わっちゃうイメージや。商店街とかで終わっちゃったら、そのままもう、そのまま繰り出してんじゃねえ。ヒデちゃんもいるしって思ったら。そうですよね。一、うん、回も行ったことないんですよね。なんそれも極端ですね。そうですね。一回もないですね。まあ、センスも持ってない方ですし、ジュリアナってね、センスはですよね。はいはい、あ、そういうところには行ったことがほとんどないですね。なんか、多分、マハラジャとかありましたよね。あった。ああ、そこは連れられて1度か2度ぐらいは行ったことあるかなっていう。その程度だ。そうですね。ほとんど記憶にもないぐらいなんですけど。やっぱりイメージ、ちょっとイメージ違うね。地味なんですよ、意外と。すごい地味な女なんですよ。地味かどうかわかんない。これ喋ってても、すごく繊細なのが伝わってくる。本当ですか？なんかもっと、なんだろう、ガラッパっちゃ言っちゃ変だけど、もっとなんていうんですかね。もう言いっぱなしの人だと、
ちょっと思ってた、そういう明るさの人かと思ってたら。じゃあプライベートだとその姉御感はあんまりないんですか、その友達同士。いやーこれがどうなんですかね、仲のいい友達とかは、うん、もしかしたらまあすごい姉御感を感じてる子も中には年下の子だったりするといると思うんですけど、うん、そんなにあの姉御感はないかなと思うんですけどね。俺らからしたらスーパージョッキーでネットコマーシャルに入りたがらない子をもう無理やり消しかけてる感じだけど、ね、すごいなんかもう生だから、まあ、生だからやらざるを得ないんだろうけど、そういう元気な、元気な人っていうか。そうですね。元気なイメージですね。アクティブでね。ね。もう全然インドアでしたけど。え、自分が元気じゃないな。まあまあ、その、神経質だなとか、下手すりゃ暗いなと思う時ってあります、うん、あります、あります。いつも暗いな、ネクラだなと思いますね。暗いですよ。本当に。もう今なんか特にこう、ずっと夜中までマスク作って、本当に地味だよなって思いながら、それがでもあんまり苦でもなかったりするので。すごいわかるのが、地味な作業がハマってくるときあるじゃないですか。はい、はい、ハマります。俺は芸能人なのかっていう感じになる。なりますね。あの、噂に聞く芸能界よりこっちが向いてんじゃねえのかみたいな。はい、そうです。もう本当にそんな感じでしたね。母親にも、あんたもうマスク職人にでもなればって言われて。それぐらい没頭できちゃうんだ。そう、しますね。あとなんかいろんなことを、まあ、今回のコロナのこともそうですけど、はい、なんかいろいろ考えすぎたりいろんなことを考えちゃうじゃないですか。うんうん、なんだけど、こうやって中に夢中になってると、うん、何にも考えなくなるっていうか、うん、すごく何かに集中するって素晴らしいなと思って。ちょっとわかる、ちょっとわかる。俺もずっと自転車のサビを落としてたら夜になったりするから、すごい。なんかちゃんと時間過ぎたな、みたいな。はい。うん、さあ、一回 CM を挟みまして、ちょっと最新の映画の話なんかもさせてもらいます。今日のゲスト、飯島直子さんを迎えしております。はい。さあ、改めまして、今朝はゲストに女優の飯島直子さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今もちょっと太陽の家という言葉ありましたけども、今年1月に公開された映画です。太陽の家に関するじゃ、まずはお知らせ関係、新井ちゃんからお願いします。はい。昨年デビュー40周年を迎えた長渕剛さんの20年ぶりとなる主演作としても話題になった映画太陽の家が現在 Amazon プライムビデオで独占先行配信中です。なるほど。飯島直子さんは棟梁役の長渕剛さんを献身的に支える奥様役を演じられています。 Amazon のホームページで太陽の家と検索していただくとレンタルかデジタル購入か選べますのでぜひチェックしてみてください。そういうことか。もう公開されてすぐにこう配信されるんだけど、その配信も独占で先行配信みたいな、うん、もうそういう世の中だね。いやー、長渕剛さんを引っ張ってるという噂ですけど。すごい、本当にファンの方には申し訳なく思ってます。3回ぐらい3回ぐらい NG 出したんで、3回叩くことになっちゃいました。NG とかあるんですね。あります。ちょっとずれたりとか。じゃあです、あの、引っ叩くところまでは思いっきりやっちゃったんですけど、その後、あの、その後セリフを言ったんですけど、噛んじゃったんですよね。ひどいですよね。怖っ！怖っ！やっぱり多分その引っ叩くプレッシャーで、だけどこれはちゃんと引っ叩かないことが失礼なんだって思ってやって、そこに集中して。そうなんですよ。セリフ噛んじゃいましたか。もうすぐ噛んじゃいました。もうバチンって叩いた後にすぐ噛んじゃいましたよ。そういう時長渕さんどんな感じなんですか。いや、噛んだなとは当然分かったと思うんですけど、まあ、長渕さんもずっとこうお芝居されてたんで、私ももうこれ噛んだけど、もう噛んだままとりあえず最後までやりきろうと思って。分かるわ。あのお芝居のルールでも監督がカットかけてくれない限りはこれは使うかもしれない、どんなにひどいことになっても使うかもしれないってやり続け、その地獄ですよね。地獄でした。明らかに噛んでんですもんね。もう全然噛み紙でしたね。秒で謝りたいにもかかわらず、秒で謝りたかったです。もう役から出ちゃいけないみたいな。もう焦りましたね。長渕さんはこの番組に来ていただいたりでもしてお話しさせてもらってるんですね。そうなんですか。でそういう時には、はい、この人優しい人はって思うんですけど、
映画の現場の、まあ、特にこの太陽の家での長渕さん、どんな感じだったんですか？え、いや、本当にその伊集院さんがおっしゃったように優しい、本当に優しかったですね。もうとっても優しいし、で、あの差し入れがすごい豪華なんですよ。お寿司屋さんを呼んでくれて、もうそれでなんかこう、なんですか、旗、あの長渕食堂って書いてあって、もう板前さんが来て、もうものすごい差し入れをいただいたりとか、すごいすごい、はい、ラーメン屋さん来ちゃったりとか、や、普通ですか？だからラーメン屋さんが来るのおかしいんだって。ラーメンが来るのは分かりますけど、屋さんが来ちゃうんだ。そうなんですよ、すごかったですよ。豪華で、もう本当に豪華でした、うん、かっこいいし、はい、うん、まあちょっとね、その劇場では見られなかった、見逃しちゃったっていう人は、この、うんうん、ね、Amazon プライムビデオ。はい、私ちなみに見させていただいて。おお、どうだ。だからそれこそ、飯島さんの演技が、あ、飯島さんってこういう人なんだろうなっていうイメージの、そのかっこいい女性の、はいはいはい、こう、姉御感が強い、そう、あるから妻の役なんですよね。そう、だから自然というイメージだったんですけど、はい、今日お会いして、あ、あれは本当に演技だったんだって分かったっていう。ま、インドア派で私の発言で人を傷つけたらどうしようっていうのを割とうじうじ考える。それは分からない。そうとは全然見えない感じ。そうですか。でもすごい、あの泣ける映画だなって思いました、ね、うん。すごいウェットな。でもなんかね、若い頃のね、その大好きとか CM 女王の頃のすっごい殺人的なスケジュール見てる時と、はい、今すごく落ち着いたペースで女優業やってらっしゃるじゃないですか、はいはい、どうですか、こういう今この年のこのペース。最高ですね。ちゃんとちょっとうじうじする時間もあるもんね、今ね。すごい、ずっとうじうじしてられるっていう。今日3回叩いたと NG 出したっていうのもやってられるっていう。ちょっと本当にもう何日悩んだかも分かんないからですね、3回も長渕さん引っ張っていただきます。今後仕事でも自分の私生活でもいいんですけど、はい、やりたいことって何ですか？やりたいこと、そうですね、なんか今までやったことないことをに挑戦したいなっていう感じがありますね。なんだろう、なんだろう、なんか何ですかね、なんかこう、あ、一応頭にあるんですけど言わない。すごい気になる。そう、もう決めつけますよ。バスフィッシングに決めますよ。決めなくていいっていうのは。できなかったらあれだから、もしできたらまた呼んでください。じゃあなんかお仕事でちょっとヒントだけちょうだい。ヒント、そうですね。お仕事はお仕事ですけど、うん、はい。なんかこう、うん、なんかこう書いたりとか、そういうのしたいなと思って。ああ。なんかいろいろ書いてほしい。あの時。うじうじしてていいし、もっと言うと、うん、私こういう気持ちで仕事してたっていうことってもう振り返っていいような気がする。嘘でみたいなやつですか？だったり、あ、うん、なんかあと、あのギャップって面白いじゃないですか。あ、そうですね、すごい姉御肌の人たちが実はこう思ってるんですよっていうこととかちょっと知りたかったりとか、実は年代が一緒なんですよ、うん、そうですね、全然一緒なんですよ、はい、でそうすると、うん、あ、同年代の人たちがなんかアラフィフっていろいろ考えません？なんかもう考えますよね、なんか、うん、ちょっとすっごい中途半端じゃないですか、50代っていうのが、はいはいはい、40代はちょっとまだ若さがあったりして、はい、で60になったらきっとなんかまたこうね、渋みとかも出てくるし、はい、女性も男性もですけど、はい、50代ってなんか一番中途半端で、はい、本当に中途半端ですよね。なんか達観したこと言うと偉そうな感じだし、まだ60、70で鼻で笑われちゃうしっていう、かといって若ぶるとおいおいしてえぞってなるから痛いと思われちゃうし、でもその時期にどう思ってるか、すごいみんな、特に飯島さんみたいな人がどう思ってるかを、もしか最初に謙遜して言ったと思いますけども、それボディラインを保つために実はすげえ努力してたりとか、そういうのも聞きたいですね。でもなんかこれからもいろんなことが似合う方だと思いますので、何かするたびに来てください。ありがとうございます。ということで今日のゲスト、女優の飯島直子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
ね。